ではですね、今回テーマとして扱っている量子コンピューターについてご存知の方、もしいらっしゃいましたら挙手の方をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっと少なめですかね。トーク中は、Zoom のチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫です。YouTube で見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、icon.jp_3 です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。はい、それでは、これから、田畑哲郎さんの発表を始めます。タイトルは量子コンピュータと現行コンピュータ解放や解の違いはナップサック問題を考えるです。発表時間は、質疑を含んで30分です。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。ではお願いします。読み上げ事項を先にお願いします。もうよろしいですか？あ、はい、最初に読み上げ事項をマイクテストを兼ねてお願いしたいんですけど。はい、私の名前は田畑哲郎です。発表のタイトルは量子コンピューターと現行コンピューター解放や解の違いはナップサック問題を考えるです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。 IconJP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます。YouTube とか Zoom の音声大丈夫でしょうか？マネージャー大丈夫でしょうか？じゃあ音声の方特に問題ないようです。はい、じゃあ4時ぴったりになったら始めます。はい、開始したらもう一度読み上げ事項を読みますか？あ、読み上げ事項はもう不要です。あ、わかりました。はい、
じゃあそれでは、田畑哲郎さんを、拍手でお迎えください。じゃあ始めていただければ、はい、よろしくお願いします。発表タイトルです。量子コンピューターと現行コンピューター、解法や解の違いは、ナップサク問題を考えるです。はい、自己紹介ですね、はい、名前田畑哲郎と申します。所属株式会社リーディングエッジ社です。主な業務は Java Web 系 Web 開発エンジニアをしております。出身石川県金沢市です。 Python 歴3年になります。資格 Python エンジニア認定基礎試験と G 検定を取得しております。好きなこと、子供とプラレール遊びとしております。はい、今回の発表の目次です。1番、今回解く問題について。2番、組み合わせ最適化問題について。3番、ナップサック問題について。4番、組み合わせ最適化問題を解くツールについて。5番、コールトゥールスでナップサック問題を解く。6番、量子コンピューターと組み合わせ最適化問題について。7番、量子アニーリングによる解法について。8番、イジングモデル式の表すもの。9番、ナップサック問題でのイジングモデル式。10番、キューボマトリックスを算出する。11番、Python によるブルーキャットプログラミング。12番、解の比較。13番、実行環境と参考リンクとなっております。はい、では、早速1番ですね。今回解く問題です。今回は組み合わせ最適化問題を解きます。ここで解くというのは、問題を解決すること、答えを求めることになります。はい、で、ナップサック問題ですね。ナップサック問題というのはですね、組み合わせ最適化問題の代表的な問題の一つです。で、価値を最大化する荷物の組み合わせを選択するという問題です。この後、詳細を説明します。このように、ナップサックにどんな、品物を詰めるかというのが問題になります。はい、2番ですね。組み合わせ最適化問題についてですね。組み合わせ最適化問題とは、生産活動において多くの選択肢や組み合わせの中からコスト、成果、利益を最も効率的に上げる選択肢、あるいは最大化、または最小化させる最良の選択肢を決定することです。例えば、工場の在庫の仕入れ計画とか、荷物の配送ルート計画、従業員の勤務スケジューリング、このようなのが最適化問題になります。私たちの経済活動において、リスクを最小化し、利益を最大化するために必要不可欠であり、重要性がますます高まっています。はい、ナップサック問題についてですね。ナップサック問題とは、組み合わせ最適化問題の代表的な問題の一つです。価値と大きさ、または重さが決まっている複数の品物を、容量または重量の制限があるナップサックに詰め込むとき、その価値を最大化する問題になります。今回取り組む問題ですね。個々のアイテム、まあ、各品物の A、B、C、D、E のそれぞれの体積と価値を、まあ、以下の表のようにします。ナップサックの容量が12の場合に価値を最大にする荷物の組み合わせは何かという問題です。この表のように体積と価値がそれぞれ決まっていて、このナップサックの容量が12という条件で問題を解きます。はい、例えば例1ですね。例えば荷物、アイテム B、C、E を選んだ場合ですね。この場合は、体積の和は 4+6+5 で15になります。価値の和は、7+8+4 で19になります。この場合はですね、体積が、容量の12を超えているために選択できないというふうになります。例えば例2ですね。A、B、E を選んだ場合、この場合は体積の和は 3+4+5
で12になる。で、価値の和は 6+7+4=17 となります。この場合はですね、体積の制約を満たしているので、この選択の仕方は OK というふうになります。はい、4番ですね、群生最適化問題を解くツールについてです。最適化問題を解くツールとして、さまざまなソルバーと呼ばれるソフトウェアが発売されています。例えば、グロービオプティマイザー。これ、グロービ社から出ていて、優勝のものになります。それから、ニューメリカルオプティマイザー。これは NTT データ数字システム社から優勝で出ているツールになります。他には、セイプレックスオプティマイザー。これは IBM 社から優勝で出ているツールです。それ以外に無料で使えるものとして、CBC ソルバーというのがあります。これ、フリーのソルバーの一つですね。で、今回使用するツールはですね、この Google OR Tools を使います。で、これはですね、最適化のためのオープンソフトウェアスイートとなっていて、Google から無料で提供されているものになります。はい、4番ですね、組み合わせ最適化問題の、続きですね、Google OR Tools について。Python 言語による数理最適化のためのオープンソースソフトウェアです。整数計画、線形計画、制約プログラミング等の問題を解くことができます。CPC、グロップ、CP、CPSAT など、数理最適化ソルバーを利用できます。Google OR Tools のこちらのウェブサイト URL からご覧になれますので、ご興味がありましたらご覧ください。はい、次5番ですね。では早速 OR トゥールスにナップサック問題を解きます。はい、解き方ですが、以下の手順で解いていきます。括弧1、変数の定義をします。括弧2、求めたい値の式を立てます。これ、定式化というふうに呼んでいます。括弧3、条件を設定します。制約条件というふうに呼びます。括弧4、ツール、過去ソルバーにより解を求めるという順番ですね。はい、では、括弧1、変数の定義です。定数や変数を定義します。特に、アイテム A から E の各アイテムを選ぶか選ばないかというのを0、1で決める変数を決定変数と呼びます。例えば、0は選択しない、1は選択するというふうに決めておきます。はい、その他の変数を定義します。まず1番目ですね。体積に関する定数をリスト型変数 A とします。この場合は A イコール3、4、6、1、5となります。ここでリストのこのインデックス番号は、アイテム番号順 A、B、C、D としておきます。はい、2番目ですね。価値に関する定数をリスト型の変数 C とします。C イコール6、7、8、1、4になります。3番目、ナップサックの最大容量を整数の変数 B にしておきます。こちら B イコール12になります。それからアイテムの選択を決定する決定変数。これをリスト型の変数として、x カッコ i イコール0または1というふうにします。これ、i 番目のアイテムを選ぶ場合は0。選ばない場合は0。選ぶ場合は1というふうになります。i がアイテムのインデックス番号になります。はい、次、カッコ2です。求めたい値の式を立てます。まず1つ目ですね。ナップサックの全体の体積について定式化しますと、ナップサックの全体の体積をサムとすると、数式で書くと、サムイコール、i イコール0から4までのシグマ AI というふうになります。これ実際にプログラム上ではこのように書きます。ソルバー .sum と書いて、括弧をつけて、括弧の中が、体積の和になります。で、この場合、ジェネレーター式で、A、J、かける X、J で、OJ、インレンジの
レングスの A になるです。これ意味はですね、A、I 番目の、あ、J 番目ですね。J 番目の A、それぞれのその体積と X、X は選ぶか選ばないか、0か1になりますので、この場合、選んだものだけが、だけの体積が和となって取れるという意味になります。はい、次、2番目です。ナップサックの全体の価値についてです。ナップサックの全体の価値をバリューとすると、バリューイコール、i イコール0から4までのシグマの ci というふうになります。プログラム上では、このように、このように書きます。solver.sum。この中身は同じくジェネレータ式ですね。で、正が価値なので、正括弧は j かける x 括弧 j です。選択するアイテムの価値が和となって現れるという、そういう式の意味になります。え、括弧3。制約条件、条件を設定します。問題に従って条件を設定します。まず1つ目ですね。ナップサックの容量、全体の容量が12を超えないということが条件になりますので、このように sum が b 以下という制約条件になります。プログラム上では、このように書きます。solver.add と書きまして、この中身が条件を表す式になります。でこの左の solver.sum の、ここまで、これ先ほど書いたもので、これが体積の和ですね。で、その和が b 以下になるという、こういうふうに式を書きます。はい、次、ナップサックの全体の価値について、価値が最大となることを制約条件にします。これ、max 括弧 value、価値が最大という意味ですね。これ、求めたい値のことで目的関数とも呼びます。プログラム上では、このように書きます。solver.maximize と書いて、で中身が先ほど、確認した価値の最大ですね。価値の最大の値になります。ごめんなさい。価値の和になります。これが最大になるという、そういう書き方になります。はい。括弧4。ツール、ソルバーにより解を求めます。ソルバーによる計算を実行して解を求めます。答えを持ってます。これ9回とも呼びます。プログラム上ではこのように solver.solve というふうに書きます、はい。最後に算出された解を確認します。今回プログラムでは、以下のように画面に表示するようにしました。J が、レングスの A0 から4まで動きます。これは各アイテムについてループして、それぞれについて、インデックス番号と決定変数 x を表示します。なので、0と1どちらかが画面に出てくるというふうになります。算出された解を確認します。このように、コンソール表示にはこの赤枠のように答えが出てきます。これ左の列はアイテムのインデックス番号を表します。これですね、0、1、2、3、4。これはアイテムのインデックス番号です。で、右の列はアイテムを選ぶか選ばないかを表す値です。0.0 というのは選ばない。1.0 というのは選ぶという意味になります。そして、アイテムの A と B と E、インデックス番号が0と1と4を選択するという解になります。この場合はですね、全体の体積は12です。全体の価値は17になります。はい、次ですね。次は量子コンピューターの話になります。6番、量子コンピューターと組み合わせ最適化問題についてです。まず、量子コンピューターの誕生ですね。これ、1980年代に、リチャード・P・ファイマンが、量子力学に基づいた動作のコンピューターの必要性を提唱しました。次ですね、計算方式として、ゲート方式とアニーリング方式があります。アニーリング方式というのは、これ、日本で、東京工業大学の西森教授らにより考案されて、現在カナダの D-Wave 社により実機が商用化されている量子コンピューターになります。こちらのこの写真が、D-Wave 社の量子コンピューターになります。
はい、アリーニング方式は組み合わせ最適化問題に特化したコンピューターというふうにされています。はい、それからブルーキャットについてですね。こちら量子コンピューターの動作を現代のコンピューター上でシミュレートするためのソフトウェアです。オープンソフトウェアとなっています。東大出身の湊さん率いるベンチャー企業ですね、ブルーキャット株式会社、旧称 MDR と言うんですが、会社社名変更しましてブルーキャット株式会社が開発をしております。7番ですね、量子アニーによる解放についてです。アニーリング方式ではイジングモデル式に基づいて計算が行われます。イジングモデル式というのはこのように書きます。この詳細についてはこの後説明します。もともとイジングモデル式とは、物理の分野ですね、統計力学に関する数式です。でこれ H はこれハミルトリアンと呼びます。でこれはエネルギーを表す物理量を意味しています。イジングモデル式を作成展開した後、量子コンピューターにこの式をプログラミングして解を求めるというふうに順番になります。はい、イジングモデル式の表すものについてですね。イジングモデル式についてですが、相互作用する多体系、これ受精体なんかで、そのエネルギー状態を、イジング模型を使用して説明するモデル式です。このように、オレンジ色の枠の第1項と緑色の第2項、この2つの部分からできています。はい、で中身ですが、左側ですね、マイナス IJ の組み合わせのシグマ、大文字の J、IJ、シグマ、I、シグマ、J、これはシグマと呼びますね。で右側の項がマイナス、I コール1から N の、シグマの HI、シグマ I というふうになります。でここでこの記号なんですけど、これは、ここでは、I と J の重複を除いた組み合わせというふうにここは表現します。第1項の意味ですね。これ相互作用を表す項になります。これシグマですね。シグマは1かまたはマイナス1を取ると。多体系の要素が相互に影響し合いながら、どのような値、またエネルギー状態を取るかを決める項になります。第2項ですね。こちらは極小磁場を表す項です。それぞれの要素が磁場などの K の中でどのような値、1またはマイナス1を取るかを決める項になります。今日はイジングモデル一般的な定義です。で今回のナップサック問題でのイジングモデル式はこのようにします。はい、ハミルトリアン H イコール HA たす HB です。同じように第1項と第2項から式がなります、はい。オレンジ色の第1項ですね。これ HA イコール A。A は定数、ハイパーパラメータ定数になります。A カッコ1引く。n イコール1から w までの yn。yn は後で説明します。の2乗足す a カッコ n1 コール1から w までの n かける yn 引く α シグマの wα かける xα の2乗というふうに書きます。この wα、これは体積ですね。各アイテムの体積を表します。でこっちが決定変数を表します。はい、緑色の HB イコールマイナス B かけるシグマアルファがのシグマで C アルファかける X アルファと書きます。はい、この C は、価値ですね。価値を表す、定数になります。はい、でここで、A と B は、定数ですね。ハイパーパラメータになりまして、この代償関係はこのように、今回は決めます。B かけるマックス C、価値の最大値かける B が A より小さい範囲で、定数を決めるというふうにします。はい、あとですね、シグマの代わりに、0と1を取る決定変数 X を用いて、書き換えて計算を行います。はい、第1項についてさらに、このように構成されています。HA は、この赤い枠 A、括弧1引くシグマ n イコール1から w で yn の2乗を足す青い枠 b、こちらは p 項と言います。a、括弧 n イコール1から w までのシグマの ny 引くシグマ α の
Wα(x α) の2乗です。で、ここで yn という変数を新たに使用します。yn は0または1を取る変数、ファイナル変数として、アイテム A から E の組み合わせについて、ザックの相対積が yn になるかどうかを決める定数、変数にします。ちょっとこの表を見ていただくと、このようになりますね。上が、n ですね。n、で、下が、あ、ごめんなさい。上が、体積ですね。体積が1になるかどうか、yn は下で表します。例えば、体積が、相対積が3になるかどうか、4になるかどうか、というふうに見ていきます。で、今回は、12が最大容量なので、12が12になるというふうに表現していきます。はい。A 項の意味ですね。これは yn が、相対積が1つだけ決まるという制約を表しています。この青い枠ですけども、yn が、1にもならないし、3にもならない、4にもならない、10にもならない、11時にもならなくて、12になるという、そういう制約値になります。はい、第1項の B 項、青いところですね。これの説明です。n×yn の総和が、荷物の体積の総和であることを保証する制約条件を意味します。この青いところですね。この表1行目が、体積、相対積で、2行目がその相対積になるかどうか yn の値ですね。で、3行目が n×yn を書きました。ので、これ、上と2行目と2行目かけて、まあ、ここだけが収入として数字が残るという、そういう制約条件になります。はい、第2項の方ですね。hb イコールマイナス b かけるシグマアルファの c アルファ x アルファ。これはですね、係数にマイナスがついています。ここにマイナスがついていますね。これはですね、ハミルトニアンが最も低いエネルギー値を取ることを要求する制約条件になります。はい、まとめるとですね、ハミルトニアンの値が、最低値、一番低いエネルギー値を取るときに、決定変数 x が決まります。で、これが決まることで、組み合わせ最適化問題の解が求まるという順番になります。はい、10番、キューボマトリックスを算出する。先ほどの、式に、分かっている以下の数値を代入していきます。そして式を展開します。分かっている W、これは、相対積ですね。体積が、インデックスごとに分かっていると。それから C、これ価値が、インデックスごとに分かっている。で、今回 yn は先ほどの通り、相対積12なので、yn は12というふうに仮定します。それから ab、これハイパーパラメータで、特に、決まっている値ではなくて、計算上仮定して求める値ですが、今回先ほどの通り、b、この b と a の関係はこの関係で求めます。はい、ちょっと時間の関係で、省きますが、式を展開するとこのようになります。はい、で、この展開式から、この係数を拾って、キューボマトリックスというものを作ります。はい、ここで係数というのは、ここの、x とか、x1、x2 とか、ここについているこの数字ですね。これが係数になりますので、こういうふうに係数を、マトリックス上に並べます。はい、キューボマトリックスを算出した後、ブルキャットにプログラミングを行います。はい、プログラムの意味ですけども、1番ですね。これ、import blue-cat opt.as-wq。これは、blue-cat のライブラリをインポートします。それから、括弧2で、a イコール wq.opt。これはですね、オブジェクト変数を生成するという意味です。はい、次。a.cubo イコール、このキューボマトリックスです。これは、先ほどのキューボマトリックスを、二次元配列に、設定します。はい、次ですね。リザルトイコール a.sa の、ショットイコール200サンプライコールファース。これはですね、アニーリングを計算を実行するメソッドになります。
Z イコール WQ カウンター、括弧リゾット。これもそうですね、アレイニングの計算になります。で、はい、最後、プリント Z で、計算結果を画面に出力します。はい、11番、Python によるブルキャットのプログラミングですね。算出された解は、このように赤枠のように表示されます。はい、ここで、解が5個、ごめんなさい、4個表示されます。で中身が、これ、11001ってなってます。で、60。で次は11100で50。これは00111146。こちらが011144というふうに出ます。これ、表に整理しますと、これ、解が4つあって、1とか0っていうのは、アイテムを選ぶか選ばないかを意味します。左から順番に、A、B、C、D、E のアイテムを選ぶか選ばないかを0と1で表示します。はい。で、あと、この60とか50とかっていうのは、これ確率になります。はい、右枠の黄色いところですけども、量子コンピューターの計算は、あくまで確率による解が出てきます。絶対的な解ではないことに注意が必要です。はい。で、上記から今回、最も出現確率の高いのが、1番の 60% ですので、こちらが今回の解としてふさわしいというふうになります。はい、12番、解の比較です。Google Oracle による従来方式の解と、量子コンピューター、ブルキャットによる解は以下のようになりました。従来方式です。これは、A、B、E で、ですね。で、量子コンピューターの方も同じく A、B、E という解になりました。はい。で、これ全体の体積は12ですね。で、これ制約条件を満たしています。で、価値は、この場合に17になるというのが解になります。はい。結論ですね。従来方式と量子コンピューター方式は、ごめんなさい、量の解は同じとなった。というのが結論です。はい、最後です。13番、実行環境と参考リンクについてです。今回の実行環境は Python 3.7.3、ORTools はバージョン 7.6、BlueCat は 0.3.13 を使用しました。はい、あと、参考リンクですね。今回ソースの詳細なところや、その処理の詳細なところの説明がちょっと時間の都合で、説明できませんでしたので、こちらのキータの技術ブログに、ソースプログラム等を掲載しております。ですので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、こちらを参考にしていただければ幸いです。はい、発表内容は以上となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではですね、質問の時間を設けます。田畑さんに質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。ズームの機能で挙手の方をお願いいたします。ちょっとじゃあ挙手されている方がいらっしゃるので、ちょっとズームのチャットで流れてきた質問をちょっと代読をさせていただきます。多分ちょっと最後の方のスライドだと思うんですけども、なんか足したら 100% を超えていますが、何を 100% とした時の確率を計算しているのでしょうかというご質問が来ております。あ、足したら 100%。何 100% したの？そしたら 100にならないですか。ちょっとこれはまた後でお答えさせてよろしいでしょうかね。あ、はい、わかりました。あと短い質問であれば、1問ぐらい受けられるかなと思うんですが、いらっしゃいませんか。
はい、それでは、時間になりましたので、これで田畑哲夫さんの発表を終了させていただきます。発表ありがとうございました。発表者の方に大きな拍手をお願いいたします。